はい、こんばんは、島津です。皆さん本日は新しいホラーゲームで遊んでいきたいと思います。今回遊んでいくのはこちらの廃集落探索といったゲームです。こちらのゲームは以前自分が遊んだ廃病院探索といったボディカム風のホラーゲームあったと思うんですけど、あちらのゲームを作ってる方の最新作になります。どうやら次の舞台はね、集落、廃村になるみたいなんですけど、今回のこのバージョンはデモ版になってるんで、おそらく冒頭がね、少し遊べるっていった形になってると思いますけど、どういった雰囲気かっていうのは、今回のこのバージョンでわかるんじゃないかと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。始まった？あ、始まってる。ん？始まってるね。え、なにこれ？どこいんだこれ？森っぽいね。ちょっと待って、あのね、操作がすごく独特。今回もボディカム風のホラーになってるんですかね。そうだね、懐中電灯が先に動いて、その後に視点が動くって感じっぽい。ちょっとこれはなかなか癖がありますよ。まあでも、おそらく最終的には慣れてくるんじゃないかなと思うんで。やっていきましょう。ちゃんと道ありました。で、登っていくと、あ、建物あった。これが、待って、あれなんだ。下。いや、下じゃないか。家紋っぽいね。家紋だよね、おそらくこれ。違う？あ、違った、ごめん。屋根を支える部分だ。ポツンと一軒、廃屋、民家があります。じゃあ中に入ってみましょうか。お邪魔します。まずはこの家から調べるか。そうだね。主人公は廃墟マニアみたいで、最初、見つけたこの家を探索するっていうのが、今回の流れみたい。で、この人形よ。気味が悪い。早速ありますけど。そうだね。もう、住人が離れてから相当時間が経ってそうね。この荒れ具合からして。なんて書いてる？これは不動心。不動心ってどういう意味だっけ？なんか動じないとかそういった意味合いでしたっけ？いやー、めっちゃ雰囲気出てんね。外あんだけど。外に通じる扉があるけど、行きたくないね。トイレ、トイレじゃないな。浴槽か。浴室。浴室来ました。ちっちゃ。このスペースに合ってなくない？もうちょっと広く、浴槽は取っていいと思うよ。ね。結構大きくスペース取ってるから。これはちっちゃい。こんばんは。悪さしに来たわけじゃないからね。悪さしに来たわけじゃないから、中を見さして。ね。中を見さしてね。いなかったよね。この子いなかったよ。おじさん誰っていう感じで見に来たんでしょうね。侵入者が入ってきたから。あ、怖。あんだけ広いんだったらね、足が伸ばせるぐらいの浴槽は設けてほしいとこだよ。俺だったらそうする。ね、風呂場っていうのは、ゆっくりする場所でもありますからね。そう、体の汚れと、心の汚れをこう落とす場所。っていう、認識なんで。ちっちゃ、ちっちゃ、すっぽんちっちゃくねえか、これ。下手したら奥に突き刺さって抜けなくなるよ。すっぽんがちっちゃい。すっぽんがちっちゃかった。今回はいないね。今回はいなかった。寝室ですかね、ここは。
寝室入ってきました。テレビがあります。つく？テレビはつかんか。他特に変化はないですね。うっ、ないよ。ごめん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 、ごめんなさい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 。嵐に来たわけじゃないの、見に来ただけなの。まあ、それを嵐って言うんだよってね、向こうは思ってるんでしょうね。多分この後容赦ない攻撃が待ってるんじゃないかと思われます。こっちは探索終わりました。じゃあ奥行こっか。大丈夫？来てない？あの子、あの子来てません。あの子来てません。開ける。大丈夫。シャツ取る？取れる？シャツは取れない。ここは異常なし。出ます。こっち最後の部屋ですかね。開かない。何？入ってるってこと？オッケーオッケーオッケー、問題ない。入ってるってこと？あ？あ？主人公じゃないよね、ノックしたの今。違うよね。え、主人公がノックした？もう見る場所ないよ。あ、人形いなくなってる。オッケー。出ます。出たけど、特に問題はないかね。問題なし。ちょっと周りをね、見ましょうか。開いてないよね、そこ、まだ。建物ありました。入れる？入れた。離れっぽいね、ここは。なんか置いてあるわ。手紙。紙が置いてあります。それじゃあ取りましょう。え？なんだこれ？釜と斧と鍵がある。読もっか、メモ。夜になると何かしらの気配を感じる。こんな山中だから、おそらくイノシシか何かだろうが、畑も何もないのに頻繁に来るものなのか。まさかとは思うが、ここの集落の人間が監視してるとかか。考えすぎだといいけど。これがメモ2っぽいんで、どっかに1があんね。取る？これ取っちゃった。1階の鍵、待ってね。1階の部屋で使えそうだ。あそこ鍵かー。ほう。体はどうしたの？君、体はどうしたのね。怖っ。頭だけ大きくなっちゃって。え？触ることはできないね。ねえ、体がどうなったのか気になりますね。じゃあ行くよ。え、待って。なんで？ちょっと待って。今、自分の部屋の方でなんかミシっつった。やめて。サバイバルホラーとかだったらまだいいけど、これ系でね、ミシってなるとね、不気味なんすよ。ないよね。ここ寝室じゃないね。ごめん。今だね、今。で、
寝室兼、まあ、作業部屋ですかね。が、この部屋。あ、待って、上があるんだけど。うん。まあ、寝室兼作業部屋っていうのがここだね。2階行く？ 2 階にありそうね。メモ。え、待って、2階あった？そもそも。俺普通に通ってきたけど気づかんかったぜ。2階。え？ 2 階あった？最初から。OK。怖い。じゃあちょっと2階、見ましょう。おそらく、1階の鍵を開けない限りは、何も起きないはずなんで。またノックした。これ主人公がしてんの？どうなの？もし主人公がノックしてるんだったら、せんでいいよ。そんな余計なこと。あ、主人公がしてるわ、これ。ノック。ガチャガチャした後に、右クリックを押すと、ノックする。ほら。やらんでいいって、そんな余計なこと。反応が返ってきたらどうすんのよ。2階はとりあえず行けません。うん。手紙ないね。メモ。どこにあるかね。もう開けよっか。開く？ちょっと待って。こんな感じか。待ってね、待ってね。ん？開いた、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 開いた。開いたよ。開いた。人形おった。いや。いや。これは？メモ1あった。ここにあった。引っ越してきてもう少しで1年か。田舎暮らしは不安だったが、慣れてしまえばなんてことない。ただ、ここに越してきた理由が、バレないかだけが未だに気になって仕方がない。さすがに知り合いが一人もいない土地だから問題ないと思うけど気をつけよう。なんかしでかしてここの住人はここに引っ越してきたみたい。何をしたんですかね。なんだ、ポッツだぞ。ポッ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 ポ、セーフセーフ。ポッつったよね。ポッつったよね。おー、なんか刺さってる。人形は？まだいます。これが3枚目。償え、償え、償え、償え。やっぱなんか、そうだね。人を傷つけて、うん。この地に逃げてきたみたいね。人形はまだいる。で、どうすんだ？ちょっと待って。あれ？鍵なくなってない。あら？鍵取ったよね。あれ？1位を持ってる扱いになってますかね。おそらく、2階の鍵なんだけど。行こうか。人形さん、ああ、よかった、いなかった。開いてんだけど、なんで？さっきまで閉まってたやん。ノックしても反応なかったやん。
布団があんね。いや、特に、あ、鍵あった。取る？はい。セーフ。どこの鍵？なんて、すげえ、なんか、英文が書いてあるけど。どこの鍵これ。奥か。行くよ。せーのー。よかった。なんもない。異常なし。これで、終わりかな。体験版は。入ります。ガチャ、開いた。すげえ広いね。すげえ広い。物置、物置小屋っぽいね。あー、待って。ないよ。なになに？なに？あ？あ？なに？なに？ちょっと待って。あ？終わり？ん？どうした？お、待って、終わったぞ。嘘。ちょっとね、進行ができなかったんで、また戻ってきました。で、ここまで行くと。あら？今回特にイベント起きんかった。こっちを向けば起きるのか。違う？あれ？今回は特に何も起きない。じゃあちょっと、見て回ろっか。うん、そうだね。物置小屋は、特に細かいもんは、ないですかね。ということは、デモ版、さっきんとこで終わりって意味？さっきのは。ん？飽きたイベント。おおおおおお！なかったよね。足元に骸骨が出てきた。これを見せるためのイベントだ、うん、イベントだったっぽい。骸骨が出てきたということは？他もなんか、変化起きてますかね？外は覗けない。そうですね。骸骨以外何も変化はない。この骸骨は、ここの住人の骸骨なのかどうか。わかりませんね。じゃあ出ましょうか。出ます。はいはいはい。ここでどうやらね、廃集落探索はデモ版完結みたいです。今後ね、うん、こっから先を作っていくみたい。ということで本日はここまでとしておきたいと思います。廃屋を探索してる感がすごく、うん、感じることができました。果たしてね、今後ね、どういったまあストーリー展開とビビらせる演出が、来るのか、非常に楽しみな作品です。こちらのゲームね、完成したら自分は、プレイしてみたいと思ってるんで、動画等ね、上がった際はよかったらね、見に来てやってください。もしね、ちょっと遊んでみたいって思った方はね、概要欄の方に URL 貼っとくんで、よかったらね、はい、そちらから、ダウンロードしてみて、うん、デモ版体験してみるのもいいと思います。それでは、島津の廃集落探索になりました。これにて失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。